量産のコース高速エレベーター10秒チャレンジ、こちらやっていきましょう。さあ高速でもエレベーターに乗っちゃおう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 、待って待って、ここ、こっちこっちこっちか、エレベーターこっち、待って壁キックはできない、でここ、ん？こっち？どこに連れて行こうとしてんの私を待って謎なんだけど、あ、分かった、こういうことか、これで、あーはいはいはい、オッケーオッケー、意味が分かった、あのバグ技を利用するのかな、こうね、オッケーオッケー、でこれで扉入る、でこれで扉入る、なるほどなるほどそういうことか、オッケーオッケー、これで10秒に間に合わせると、いいねいいね、あーびっくりした、うわタイムアップ、なんというマリオがカメラに映ってない間に扉入っちゃうよし、これで扉入って、この後はどうすんだ、あーん、最後がわからん、かい、あ、わかったわかった、ここで来て、あー了解了解した了解した、もう OK です、まずはエレベーター乗る、はい、エレベーター乗る、もう一回エレベーター乗る、もう一丁エレベーター乗って、ドスに、あー間違った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 、ドスにPを踏ませてから、これで行くと OK、 なるほどね、バグ技を使った10秒マリオ、なかなか斬新でいいですねはい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。六門さんのコース、尻尾があればバネだって空を飛ぶ、一定のリズムで Y を押すとどうなるんでしょうか、やっていきましょう。まずは尻尾マリオになって、これで、あ、待って待って、あれ、ちょっと待って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 、もういけないんだけど、え、どういうこと、ちょっともう一回やります。あ、そっか、まずこれ P で飛ばないといけないのか、 P で飛ぶ、 OKOK、 あー分かった了解、こういうことでしょ、こういうことでしょ、こういうことでしょ、はい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 、来た来た、ちょっと謎な行動だったけど、イエーイ、なんで上がったんだ多分尻尾でくるくるやったから上に上がったとは思うんですけど、なぜマリオも上がった、バネの影響、もっと上、いやもっともっと上、あ、ごめん、開始早々 P 投げちゃった、多分 P 必要だよね待って、とりあえず、はい、 P を押してみる、押してどうにかなる、上、ん、ここでこう、これで入って、あ、いいのか今ので、ん、ここ下下下下下下、ああ、ん？もしかしてそこまで P を急いでいかないといけないのかな？あ、待って間違った。ふっ、はい。あれ？間に合うかな？P スイッチを上げちゃって、うん。で、ここもさらに上げちゃって。ここで踏めばいいのか、よし急げ、 OK、 これで入って、急げ急げ、 OK、 ここら辺ここら辺これ、あー惜しいよ、惜しかった、ここら辺、いやわかんなくなるな、でここで P スイッチを踏んでスタート、でこれ入って、さあここ伝えよって、ここら辺ここら辺、よしよし、これで土管に入ってゴールかな、イエーイやりましたぜ、なかなかスムーズにいったんじゃないかな、だから最初の地点で P スイッチを踏むと多分間に合わないんだね、お、タイム更新やったね、上下リアルパックマンさんですね、待って、なんかすごい勢いでいった、なんか青い子がいる、
あの子に乗っていくんじゃないかな。きっとそう、多分そう。で、扉に入ってゴールか。ああ。で、ここ、よいしょ。オッケー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 。ああ。なるほどね。それで左のところの、トゲのところに入って、行けと。うわ。よいしょ。オッケーオッケー。はいはいはい。ああ。ポン。オッケー。で、ここ。ああ、惜しいじゃん。3、4、5。よし。ふっ、オッケー入ったー、ゴール。うん、リアルパックマンさんの割には意外とスムーズにクリアできたんじゃないかな。いつも苦戦するんでね。あやさんのコース、砲弾練習、こちらやっていきましょう。弾の上に乗ってジャンプしていく感じかなと思っているんですけど、これ足りるんでしょうかね。これ足りるんでしょうか。全然足りない。あー、惜しい、惜しかった。意外と足りてた。さあ、そろ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 見えてくるんじゃないかな、旗が。これどうでしょうか。まさかのタイムアップかい。タイムアップもあるんだ。早めにテイクアウト、テイクアウト、離陸しないと。キュッキュッキュッ、よしよしよし、いった。テイクアウトって持ち帰りだよな、テイクオフだよな、言うんであれば。上にどんどん行け、スピンを使って、あー、はい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 、そういうことね。なるほどなるほど、これで爆発した。よしよしよし、浮いた、オッケー。これで、あ、あ、びっくりした、ブーってなったから間違ったのかと思った。しかし最後なんでいけたんだ。ノッコーノッコージャンピング、こちらやっていきましょう。やべえ、今お腹鳴った。聞こえてたかな、グーって。ん、あ、そういうことか。あ、ここ、このこの間に行くのか、この間に行くのか。そのお腹鳴ったとか言ってる場合じゃなかったね。まず待つじゃん。待って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 。ここ。ここで行くと。はいはいはい。うわ、あった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 。ちょっと慌てた。OK。で、ここで、また、のこのこに乗っていく感じかな。はい。はい。いいね。いい感じだよ。その調子で、どんどん行っちゃいましょう。この中間は取りたい取りたい、取っちゃったー。待って、登りたい、もう無理かな、もう無理だよね。あ、この下あった、何この下、そしてスターが綺麗。ちょっと待って、でも中間取ったから、中間取ったから、待って待って、どうすんだ。待って、これ中間取んない方が良かったんじゃないかな。もう一回スタートからやり直す。オッケー。ここなんだろう。あ、なんと、まあプロペラがあるじゃない。よしよしよし。じゃあ、まあプロペラ使わなくても、あ、プロペラ、プロペラの命終了。で、これ、こっから行った方が良さそうだね、上から。上から行くのが。あ、てかもうここゴールなんだ。なんであそこ中間あった。まあいっか。オッケー。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。少しでも楽しいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コーダでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね。グッバイチャー。シーゲさんのコース、迷え、息の続く限り。こちらやっていきましょう。どれも息止めてみようかな。始まりました、マリオの息止め大会。実況は私コーダでお送りいたします。こっちじゃなさそう。ちょっとね、やっぱ息を止めながらね実況するっていうのはね、